集届いたから、早速開けていく。外箱はブルーバード仕様になっています。上に持ち上げて開けるタイプの箱。ここはセイバーと同じです。それじゃあ中身見ていこう。まずは幸せ湯のスタンプカード。あとその下に2ヶ月ごとの湯のポスター。スタンプは30回で貯まるっぽい。全部埋めたらなんかくれるらしい。5年高くやったり変更。これは全フォームのポスター。裏面はゴールドスピの DVD の世界の駅たち。ここプラナリア2つなの細かい。次はゴールドスピノの騒動。箱は雑誌付録タイプと同じ箱。一つで完結できる状態なのが結構新鮮。次はカンザルーゲノムのぬいぐるみ。というか仮面ライダーバイス本体。毎年出てるシリーズのやつです。ちなみにイズとラブコフだけ持ってます。続いてゴールドスピのバイスタンプ。形はバリットと同じの色違い。音声確認は後で行います。残りは差し系。まずは本編以外の超全集。クラーケンとか最近出たやつも載ってます。意外とビートが違和感ない。次はゴールドスピの DVD の超全集。後ろにはヒロミに渡すように作ったあれがある。次はキャラクターの写真集。ギタギタ宣言のお顔もあります。改めて見るとウルテカヤバいやつだなと実感。最後は変身後のアクションシーンまとめ。テストリーもやっぱりいいな。それじゃあゴールドスピノ見ていこう。結構豪華な起動音。意外と尻尾のスイッチが反応いい。オンイン音も専用のものに変わっています。限界状態はこんな感じ。目の部分が赤と青に発光します。ここもバリットと同じです。それじゃあ変身行ってみよう。すごいな。さて。ゴールドスピノ、ギラギラフィニッシュ。スタンプ連動も残っています。とりあえず一つやってみよう。もちろん基本の10種は全部読みます。レクレク、ライライ、モスモス、プテプテ、デレデレ、メガメガ、ジャカジャカ、ウウウ、キャナキャナ、コンコン、マックス。ちなみに形は同じなのでコンバインできます。久しぶりに聞いてみよう。ゴールドスピのボルケーノになれます。というわけで今回は、リバイスの超全集を開封しました。これで残るスタンプはクラーケンたち。そういえばプラナリアとかって出るのかな。通常タイプとプロトタイプと両方欲しいです。それじゃあ久しぶりに画面応援でお別れしましょう。ご視聴ありがとうございました。